政府側は政府の立場できちんと答弁をするその基本を忘れてはならないと思いますそれを外れて余計なおしゃべりをしたりあるいはふさわしくない野次を飛ばしたり言語道断であります山口代表は今朝の公明党の幹部会合で 今国会の議論は国民の関心が高く厳しい目が注がれていることを自覚すべきと指摘しました。その上で、公明党の大臣や副大臣にも緊張感を持つように促しました。